皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさっちです。今日は第1回スターバックスに一番近いのはどれだ、コンビニスイーツ選手権。私 YouTube の動画でやるぐらいスターバックスさんのスイーツが大好きなんですよ。で今コンビニスイーツもどんどんレベルが高くなってきて、もう美味しいものが多いじゃないですか。下手したらその辺のスイーツ屋さんよりも美味しいものたくさんありますよね。で今回はスターバックスさんとコンビニ各社さんで出てる類似商品を食べ比べてみようのコーナーです。で買ってきたのがこちら、じゃーん、チョコレートチャンククッキーでーす。私スタバのチョコレートチャンククッキー、ホワイトチョコのマカダミアナッツクッキーなど、もうこの大ぶりな具材がゴロゴロ入ったクッキー大好きなんですよね。じゃあちょっとお皿に出してみます。はい、お皿に出してきました。こうやって見るとスタバが一番高いんですけど、一番サイズも大きいんですね。コンビニ各社はだいたい同じ大きさぐらいですね。じゃあ早速いただいていきたいと思います。じゃあまずはこちらから、スターバックスチョコレートチャンククッキー。ちなみに温めてまいりました。もうねこれはね私が大好きなチョコレートクッキーですからね。じゃあいただきまーす。うん、美味しいですね。結構薄いんですけど、しっとり柔らかいソフトクッキータイプで、結構中に入ってるチョコレートも甘いですね。で、だいたい1センチ角ぐらいのチョコレートが入ってて、クッキーのサイズは私の手のひらよりは二回りぐらい大きい大きさです。全体的に結構甘いので、苦めのコーヒーとすごくよく合うと思います。美味しいですね。スタバのクッキー美味しいですね。じゃあこのスタバのクッキーを基準にね、どんどん食べていきたいと思います。じゃあ次、セブンイレブンゴロゴロチョコのチョコチップクッキー。これはさっき持った感じは、今回の4社の中で一番分厚めな感じがしました。結構こうやって比べると違うんですね。で、適度に厚みがあるし、なんか味もカントリーマームにすごく近い感じがしますね。で、セブンイレブンさんだけブルボンさんで作ったクッキーを出してるみたいですね。で、クッキー生地はスターバックスがちょっとミルキーな感じのねっとり感だったんですけど、こっちはもう外は結構さっくりしてて、中がしっとりな、本当にカントリーマーム風な感じですね。で、チョコレートの甘さはさっきのスタバの方が甘かったですね。じゃあ次、ローソンのソフトクッキーチョコチャンク。ローソンさんはコンビニのクッキーの中でソフトっていうフレーズが唯一入ったクッキーですね。結構温める前の感じも柔らかいクッキーでした。これも美味しい。ローソンさんはこのクッキーの生地にブラウンシュガーが使われてるみたいで、確かに食べた感じさっきのセブンイレブンさんとは違うコクみたいなのを感じますね。食感もセブンイレブンさんがさっくりしっとりだったら、こっちはスターバックスさんに近いもう最初からねっとりしたような食感ですね。チョコレートはちっちゃめに砕いたやつが入ってるんですけど、クッキーの生地がブラウンシュガーで結構甘くってコクがあるんで、カカオの風味の方が強い気がしますね。でもセブンイレブンさんより私はローソンさんの方が好きかもしれないですね。じゃあ最後、ファミリーマートチョコ&マカダミアナッツクッキー。ファミリーマートさんは一番安くって、なんとマカダミアナッツが入ってるんですよ。これはスターバックスさんにもなかった試みですよね。では最後いただきます。うん、ファミリーマートさんが他のコンビニ各社と一番違うところは、クッキーにシナモンが効いてますね。ほんのりなんですけど、他のクッキーにはないその風味が加わってます。食感は一番スターバックスさんに近い感じがしますね。クッキーも結構薄めなんですよ。なんで、その配合とかが似てるんですかね。でも一番かじった時に、ちょっと砂糖のジャリジャリ感を感じるっていうか、なんかグラニュー糖みたいな、ちょっとザラザラしたお砂糖を使ってる感じのなんかこう食感がしましたね。でもマカダミアナッツクッキーが美味しいですね。うん、まあたまたま私が選んだクッキーがそうなのかもしれないんですけど、チョコレートの粒は結構ちっちゃくって、もう本当にチョコチップっていう感じのやつが気持ち入ってる感じで、結構マカダミアナッツの方が主張してくる感じですね。あー、でもこれも美味しいな。全然違いますね。コンビニ各社さん皆さんそれぞれ力を入れてるところが違いますね。ごちそうさまでした。はい、皆さん整いました。それでは栄光の第1位はローソンさんのソフトクッキーチョコチャンク、おめでとうございます。
実は消去法でもあるんですけど、まずセブンイレブンさんはもう食感も結構全然違いましたね。カントリーマームの方が近い味わいだったし、近い食感でした。で、ファミリーマートさんは実は食感は一番スターバックスさんに近いなって私は感じました。でも、シナモンがちょっと効いてたんで、シナモンって結構香りが強いので、まあ、味が似てるとはちょっと言い難かったんで、今回は外させていただきました。正直ね、ローソンさんのチョコレートクッキーも、ローソンさんのチョコレートクッキーっていうもう確立されたものだったんですけど、食感も結構ファミリーマートさんと同じぐらい似てたし、スターバックスさんって全ての会社の中で一番クッキーが甘い気がしたんですよ、私的に。なんで、ブラウンシュガーでコクのある甘みが出てる分、結構甘みも強く感じたんで、スターバックスさんに一番近いかなと思いました。なんか食べ比べてみて、同じチョコレートクッキーでも全然違うなって思いました。やっぱり私はスターバックスさんのクッキーが一番好きかな。結局なんか200円って高いなと思ってたんですけど、結構サイズも二回りぐらい大きいんですよね。きっとね、私が考えるぐらいだから、他の YouTuber さんも同じようなことされてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、コンビニ各社さんももっとクッキーに力を入れて、商品もちょっと変わったかもしれないんでね、最新の情報として見てくれたら嬉しいです。じゃあぜひ皆さんもスターバックスとコンビニ各社のチョコレートチャンククッキー食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ハラカルタのおさちでした。バイバーイ。